長い鎖国の時代が終わり、文明開化の掛け声とともに欧米の風俗が入ってくると、女性もハイカラになりました。鹿鳴館では外国の大使を招いて華やかな仮装舞踏会が開かれ、当時の上流婦人は競って参加したのです。中村学寮を描くところの鹿鳴館時代の旧あがる、その後も多くの美女が切手に登場していますが、小林古径の髪、黒田清輝の湖畔、そして現代美人画の第一人者伊藤新水が描く指。新水は美しく整えられた髪、白い肌、濃く長い眉など、女の弱々しさと哀愁を好んで描いています。そして戦後、長い忍耐の歴史から解放され、若い女性の表情は明るくはつらつとしています。この健康的な明るさはいつまでも変わってほしくないものです。